アイスランディック航空001便墜落事故とは、1978年11月15日に、チャータ便のロフトレーディル HFLL001 便がスリランカコロンボにある国際空港へアプローチ中に滑走路の手前に墜落した事故である。このダグラス DC-8 の墜落により、乗客乗員262人全員のうち、13人のアイスランド人の乗員のうち8人、 5人の予備の乗員及び南ボルネオからの170人のムスリム巡礼者が死亡した。スリランカ当局による公式報告書は考えられる事故原因としてアプローチ手順に従わなかった乗員の失敗を挙げた。しかしアメリカ及びアイスランド当局は空港の欠陥危機と航空交通管制ミスが事故原因であると公式に主張した。この事故は アイスランドの航空士においてはるかに最悪な事故であり、スリランカの航空においては4年前に発生したマーティンウェア138便墜落事故に次いで最悪な事故である。ドービンはサウジアラビアのジッタを出発し、インドネシアのスラバヤへ向かう途中であった。ドービンは途中で燃料補給及び乗員の交代のためにコロンボ・バンダラナイケ国際空港へ着陸することになっていた。 雷雨がこの地域にあり、ウィンドシアが問題であった。事故機は、メッカ巡礼用の運航のために、チャーターされた DC-8 であった。事故機の機体記号は TF フラであり、機体名は、レーファー・エリクソンであった。ありがとうございます。